二十五日に関しては四件ですね。珠洲市飯田町にある民宿国松では、十九日に発生した震度六弱の地震後、四件のキャンセルが出ました。予約確認の電話をかけたときに、客の不安を感じ取ったといいます。後ろで奥様らしき方がやめとこやめとこっておっしゃったので。 やっぱり心配してるなって本当に思いましたね。ですけど逆にそれがその風評被害に繋がるんじゃないかっていう不安もちょっとあって。地震で壁の一部にひびが入るなどしましたが、客室に被害はなく営業を続けています。しかし今後も地震が続けばさらに客足が遠のくのではないかと心配しています。 あの白っぽく見えるところが。本当に来てほしいけれど、あの。無理に。あの。やっぱり来てくださいって。いうのは、ちょっと。どうだろうか。っていうのがありますね。今気にかけているのは。来月二十日に予定されている。飯田町鳥山祭りが。 無事に開催されるかどうかです平日なんですけどお祭りを見たいっていうご予約は入ってるんですあればみんな楽しいだろうな力になるだろうなっていう反面とうんそのお祭りをしていられる状況に皆さんなるかなっていうそういう 一面とちょっと複雑ですねコロナ禍からの回復を目指す中で直面した地震、先が見通せず不安な思いを抱いたまま営業を続けています